スタートしました。外から貸しのランナーへいいスタートうちでは。 3番のアグネス・キズナがいいスタートを切りましたまず3番アグネス・キズナ16番、カシノ・ランナウェイ間からは12番の鈴の風神がいきまして7番、ウォータープリプリ前に上がっていきました9番、マイネ・バイザーも先段あとは1番のライン・ミーティア2番のカシノ・ピカチュウが続いていきまして高位のインコース外から接近していきました13番のピンゾロ追走ですあとは間から8番、ワンダフル・ジュエル中断で内は4番、アジャストメントがなく馬身差。沙1番、マイネ・モントル続いて3コーナーカーブ外から上がっていきました15番、ラバーズ・ポイント あとは6番のダイナミックガイが行きまして2馬身離れまして追走していく14番のジェネ・クラージュが後方から4投目18番ピンポン5番の英雄桃ちゃん最後方が17番のサイモン・ラムセス4コーナーカーブに入って先頭固まっていますがわずかに16番のカシノランナーウェイ先頭あとは3番のアグネ・スキズナ並んで7番のウォーター・プリプリ直線コースに向かいますさあ前は固まっていますが わずかに先頭、アグネスキズナ、アグネスキズナわずかに先頭、外から差を詰めてくるのは、12番の鈴の風人が並んでいきました。鈴の風人が並んでくる。あとはウォータープリプリが間から1番のラインミーティア、そして4番アジャスメント間から横に200メー追い込んでくるのは、14番ジェネクラージュ、大外からは17番のサイモン・ラブセスもぐんぐん追い込んでくる。さあ先頭は1番のラインミーティア、2番手は大接戦、横に広がった、ラインミーティアだゴーリ。2着は2番、カシノ・ピカチュウか。横に広がった2着争い。